小山くまチャンネル、小山くま散歩、くまさん、おはようございます。今日はなんと1月に思いが道の駅でイベントやったの覚えてますか？そうね、そこで乗馬クラブさんに会ったの覚えてる？その時に遊びに来てねって言われたよね。その映像がこちら。小山市のゆるキャラでございます。ありがとうございます。というわけで今日はなんと遊びに来ちゃいました。後ろご覧ください。ドン、見てください、大場さんがいっぱいです。こちらは野木町にある乗馬クラブさんでございます。今回は小場さん、なんとスタッフさんも来ていただいているので、まず場所の説明をしていただきたいと思いますので、話を聞いてみたいと思います。いつも通り安定の無茶ぶりでございます。ではスタッフさんです、どうぞ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。握手、ありがとうございます。じゃあちょっと簡単にこちらの場所の説明をしていただいてもよろしいですか？はい、栃木県野木町にありまして、渡良瀬遊水地のすぐほとりになります。こちらかなり大きい施設なんですけれども、はい、すごい立派な施設でございますね。そうですね、会員数も1200人ほどいまして、馬はもう90頭以上の乗馬クラブになっております。なるほど。今日こちらで僕らは何をさせていただけるんでしょうか？まず施設を一通りご案内させていただくのと、この後馬に乗る体験乗馬というのにチャレンジしていただこうと思っております。ありがとうございます。くまさん、今日はこちらの施設見せていただくのと体験なんですが、くまさん乗れちょっとどうですか？ちょっとバッタな。くまさん、なのでね、僕らはちょっとね、体験難しいかもしれないんで、うちのスタッフが乗りますので、そちらをくまさんが応援していただければと思います。ではまず施設の方を見せていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね、くまさん、皆さん練習していますね。ここはどういう施設になるんですか？ここは一応インドアになっておりまして、はい、雨天をシャットアウトできるのと、はい、夏の日差しなんかも直射で乗らずに済むっていう快適な乗馬クラブ。くまさん、ここすごいね。確かにそう、屋根があるから、先ほどスタッフさんが説明した通り、雨の日でも夏の暑い日でもね、快適に乗馬が楽しめるんだね。しかも見て見て、走ってるよ。すごいね、くまさん。こちらの会員さんがこう乗馬の練習をされてると思うんですけども、外とか中はこれは選べるんですか？レッスンによって乗る場所の広さであったりとか、体験乗馬の方も雨天であれば中で実施できるようにと、いろいろ使い勝手がいい施設です。ちなみになんですけど、こちら僕らが今撮影している場所っていうのはどういうところになるんですか？こちらは観覧席となっておりまして、はい、乗っている方をお子様であったりとか、はい、その親御さんがこちらのスペースを使って見学することができるようになっております。なるほど。子供のうちからも全然乗れちゃうんですね。そうですね、小学生に上がっていれば1年生から参加することができます。これやっぱりかなり運動神経、体力っていうのは使うんですか？乗馬の特徴でもあるんですけども、はい、かなり運動にはなるんですけども、はい、小学生からご年配者までレッスンを分けるようなこともなく、同じようなレベルの方が一緒に乗れるようなのが特徴の乗馬になりますので、体力に自信がない方でも馬に乗りたいという気持ちだけで参加することはできるようになっております。なるほど。何かライセンス免許みたいのがもらえるんですか？そうですね、レベルによって一番下は5級から4級3級と上を目指していくことができるようになっております。すごいですね、めちゃくちゃ熊さんいい習い事だね。これね、いいね、気になりますね。スタッフさん、すいません、大馬さんに会ってみたいんですけど、やっぱりちょっと白く大きくモフモフなんで驚いちゃいますかね。そうですね、繊細な馬ですとちょっとビビってしまうんですが、はい、今日は特別にでもおとなしい大丈夫な馬がいますので、この後会いに行きましょうか。くまさん、今からなんとこのスタッフさんのご厚意で大馬さんと会わせてくれるそうです。いいですね、それでちょっと入ってみましょう。レッツゴー。はい、熊さん、では先ほど鬼会で乗馬の見学をさせてもらったんですが、我々のわがままで実際に大馬さんに会わせていただくことになりました。
そして今回会わせていただくのは馬車を引けるお馬さん。ではご紹介しましょう。こちらでございます。ババーン。こちら姫ちゃんです。大きいです。ちょっと実際に近づいても馬さん大丈夫ですか？はい、じゃあこんにちは。大丈夫そうですね。はい、ぜひ触れ合いからやってみましょうか。顔のあたりをぜひ触れてみてもらえるとあら大丈夫くまさん、こちら姫ちゃんというお名前なんだけど、こちらの大馬さんは優しい性格でくまさんにもびっくりしないということでご紹介していただいております。優しい大馬さんだね。で、なんと今日は何をさせてくれるんですか？ぜひ大馬の大好きな人参を仲良くなるためにあげてみようかと思います。くまさん、もうね、姫ちゃんはねずっと人参見てます一緒にあげてみましょう。この先っぽを持って近づけてもらえると、おお美味しい音がします。今ね、僕ね、熊さん、大馬さんの気持ちが分かった。姫ちゃんね、食べ終わったともう一本って顔したけどもう一本行きましょう。ほら、おねだりが始まった。おねだりが、この足を踏むのがおねだりなんですね。そうです。熊さん大丈夫？おお、大満足です。トマさん、どうですか？こちらのこの姫ちゃんはかなり大きいお馬さんですが、乗馬可能なんですね。そうですね、普段はレッスンに出て皆さんを乗せております。なるほど、すごい大きいです。顔がめちゃくちゃ可愛いですねありがとう。クマさん、どうですか？すごい通じ合ってますね。姫ちゃんもこうすごい見てもらって、トマさん、すごい良かったね。貴重な体験できましたね。じゃあね、この後乗馬体験に行くんだけど、その前に触れ合いできた姫ちゃんに開運パワーをプレゼントしようよ。準備はいい？じゃあ姫ちゃんに向かっていきましょう。いくよ、開運パワー。喜んでるかな。じゃあ乗馬体験にレッツゴー。はい、というわけで、こんにちは。こんにちは。多分小山熊チャンネル初登場ですよね。そうですね。関連動画、山チャンネルのまるちゃんです。はい、今から乗馬体験していただくんですが、どうでしょう？今近くで見てるんですけど、はい、すごいでかいですよ。ちょっとビビってます。今回乗馬体験していただくお馬さんを紹介します。はい、こちらさんです。お名前は？高齢化。高齢化くん。男の子になります。高齢化くん、可愛いですね、つぶらな瞳が。今からは何をしていただけるんですか？全く初めての人でも楽しめる体験乗馬というのにチャレンジしていただこうと思っております。なるほど。まだちゃん、心境は？ちょっとビビってますビビってますけど大丈夫ですか？あまりビビると馬に伝わりますんで、もう平常心でいきましょうか。正しく言った方がいいですね。不安かと思いますので、はい、乗り方と降り方をちょっとまず自分の方で注意事項を説明しながら見ていただこうかと思いますんで、そこからやっていきます。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。左手でガシッと掴んでいただいて、はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ歩かせてみてください。はい、はい、ちょっと速くなる、はい、OK、行きますよ。おこれです。トン、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 すごい。トン、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 OK。 人間よりご飯だ。あ、来た来た来た。はい、チャンス。これか、これかったの。おお、どうでした？楽しいですね。馬と一体感が出てきました。心がつながる感じです。ぜひね、興味ある方は、まあ、予約していただいて体験もできることなので、はい、最後に一言お願いします。はい、みんなも乗馬楽しんでください。はい、ありがとう。馬でちゃん、バイバイ。はい、では今ですね、全ての体験が終わりました。ありがとうございます。ではですね、どう、熊さん楽しかった？改めてもう一度こちらの施設のご紹介をスタッフさんにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。は
はい、乃木町といってもちょっと馴染みがないと思いますが、あの古賀駅から約5分でバスに乗って来れる施設になっております。無料の送迎バスとなっておりますので、こちらから来ることもできますし、あの駐車場は80台ほど完備しておりますので、お車でも利用できる施設となっております。なるほど。こちらを体験したい場合は何か予約フォームか何かあったりするんですか？そうですね、あの乗馬クラブクレイン栃木のホームページの方から体験乗馬というのは募集しておりますので、ぜひ初めての方向けの体験になっておりますので、興味ある方はぜひお越しください。なるほど、体験乗馬があるんですね。はい、熊さん、これみんな気になるよね。やっぱり乗馬って旅行先で見たりすることはあっても、なかなかねお馬さんに乗るって機会難しいけど、こちらは体験乗馬があるんだって。熊さん、この動画を見ていただいている皆さんに体験乗馬やってもらいたいね。なんかこの動画を見ていただいた方に何か、熊さんね、何か欲しいな、どうでしょうか？わかりました。そしたら今紹介しましたホームページに載っている体験乗馬というコースがありますが、はい、そちらに乗る料金設定をご招待にできるチケットプレゼントを10名様でいかがでしょうか？いいんですか？ぜひ皆さんに。クマさん、なんかこれはあれですね、ぜひね、小山市の方もね、本当にこの乃木町なのでアクセス車で30分もかからないぐらいで来れちゃうのかな。全然こちらアクセスも、ね、あの4号線をまっすぐ来て曲がっていただければすぐ着くのでね、10名の方ぜひね無料体験をやっていただければと思います。いいんですか本当にそんなに？初めての方、皆さんあの手ぶらで来ていただく形になりますので、はい、ヘルメットとかブーツとかを借りていただいたりとか、保険をかけるっていうところがありますので、はい、レンタルと保険料だけ1860円になるんですが、はい、こちらはもう皆さんにかかる諸経費として、はい、当日よろしくお願いいたします。なるほど。でも熊さんすごいね、すごいリーズナブルにお馬さんに乗れる体験ができるっていいね。詳細は、小山熊さんの SNS 等で発信させていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ご応募ください。ありがとうございます。